どうもチューバーチャンネル TV ファミアンです。今回も無双オロチ3アルティメット続きやっていきたいと思います。第7章、今回はこちら、源平妖魔大合戦。連合軍の重要な拠点を預かる源義経たち、力を合わせオーディン軍の襲撃を退けろ。オロチが再び長い眠りについたことで、人間たちと戦う理由を失ったダッキラ妖魔軍。彼らは一戦力として連合軍に加わっていた。連合軍が各地で転戦を繰り広げている間、妖魔軍は源義経らと共に城の留守を任され、しかしそこへ敵が攻め寄せてきた。この城は連合軍の要地。何としても死守戦と義経が意気込む一方で、ダッキはまだオロチを失った虚無感に囚われていた。オーディンめ、こちらの主力が出払っている隙をついて攻めてきたか。だがこの城の留守を預かった以上、何としても守り抜かねばならぬ。こちらとて将がいないわけではない。弁慶、ダッキ、清盛恩敵清盛の手を借りねばならぬとは。いや、今はそのような支援にこだわってはいられぬ。あんちゃん、何をブツブツ言うてんねん。城の中が騒がしくなってんで。何？まさかもう城内まで敵が。急ぎ対処せねば。うちも見てこようっと。連合軍対オーディン軍、勝利条件城の防衛、敗北条件源義経、弁慶、ダッキ、平清盛、いずれかの敗走。戦闘開始。このままでは城を落とされてしまう。急げ、城内の敵を一掃するぞ。この城を任されたのってあなたでしょ。私たちまで巻き込まないでくれる？ならばお前には頼まぬ。俺一人でも城を守り抜いてみせる。現状が打ち取った。しかし城を守れたのは将を損なっては本末転倒。味方の将にも目を配っておかねばなるまい。おお、すごいぞ。修練を積めば良き武者となろう。我が神通力味わえ。どうや、大将、今日はもう勘弁してやる。真田の一家、燃えよ我が家に我が魂。コートの武装発動。
ひとまず城内の敵は片付いたな。やはり先行部隊だけでは足りぬか。だが今本隊が到着した。一気呵成に攻め立てよう。何、敵の主力が到着しただと。なんなん、急に敵だらけなってるやん。この数が相手ではいかに我が輩でも厳しい。いよいよこの清盛も焼きが回ったか。前線を維持するだけの兵力はない。急ぎ行こうか。彼らを助けて城まで下がらせねば。両党の無双発動。それじゃあ行くとしますか。剣士一生得たぜ。ありがとうよ。真田の戦をご覧あれ。駆け引きの真田一村の見せてやろう。武装発動。燃やし尽くせ。任せたぞ。死ぬまで守り通してやる。我が焼ける。他に並んで戦うなど気色が悪かろう。小僧、別々に向かおうぞ。心得た。源氏武者の名にかけて必ずや戦果を上げよう。何もかけられては我が輩も手を抜けぬな。兵士の名にかけ源氏武者に遅れは取らぬわ。
と勇ましき敵か。やりおるな、源氏の御曹司。その名に恥じぬ働きや。恩敵なれど、今は頼もしき仲間。礼を言うぞ、清盛。おかげで城を守れそうだ。うせよ、敵衆。過去を玄城が討ち取った。思いのほか骨があるようだ。ならばさらに大きな力で滅ぼすまで。え、オロチ様、嘘でしょ。敵の怒り、まことなるオロチ様も現れたようじゃな。さあ、存分にあがくがいい。行こうか。まさか本物のオロチ様じゃないでしょうけど、万一ってこともあるようなないような。気になるならば確かめに行けばよかろう。我が輩は先に行くぞ。何にせよ放っておけば城が危うい。すぐに城へ戻らねば。へえ、やるやん。うちちょっと尊敬したで。駆け引きの妙、見せてやろう。雰囲気はオロチ様っぽいけど、あー、なんか違うのよね。あそこも打ち取ったよ。撤退するほかない。おお、すごいぞ。修練を積めば良き武者となろう。我が名はオロチ、強者よ。我を砕いてみせよ。あの姿、まさしくまことなるオロチ様。どんどん力を図らぬ限りは真に案じがたい。やっぱり見かけ倒しだったわね。オロチ様はこんなに弱っちくないんだから。我はオロチであってオロチにあらず、世界の意志に従い世を滅ぼす者。このムロさ、まことなるオロチ様にはほど遠い。やはり見てくれだけであったか。どちらの幻影も倒したんだ。ならば最後は私が手を下そう。一息に滅ぼしてくれる紅蓮の炎よ。燃え盛るがいい。このままでは城が。一刻も早くオーディンを通さねば。これってダッキちゃんの危機やんな。あんならうちがいてもうたる。おいを我が家に、我が魂を。力負けするなって。
修練を積めば良き武者となろう。行こうか。敵もやりやがる。一丁上がりだっつうの。私は挑むなど万有だったか。やつらは私の思い何度でも読みます。この私を倒さぬ限り。けなげな少女が危機一髪救われたで。うちを守ってくれてありがとうな。助かったぞ。お前がそばにいれば俺も落ち着いて戦える。必要以上に戦力を失っては元も子もあるのだ。割とあっさり引き上げたわね。それなら最初から攻めてこなければいいじゃない。奴が早々に諦めたのは皆の奮戦のおかげだ。協力に感謝するぞ。今の戦いのどこを見て感謝などと。まったく人のいい小僧だ。勝利でございます。みんな実に見事な働きだった。改めて礼を言わせてくれ。常ならば手を組むなどありえぬ間柄ながら、味方である限りは頼もしいことこの上ない。せめて同じ役目を担っている間だけでも過去の遺恨は忘れ親睦を。ごめんなさいね。あなたたちに手は貸すけど慣れ合うつもりなんてこれっぽっちもないの。小僧、そのように甘いことを抜かしておっては100年経とうとも我が愛の首は打てんぞ。じゃあごきげんよう。俺には彼らを束ねるほどの器はないということか。あんちゃん。おお、ひみこ、お前だけは分かってくれるか。ちゃうわ、また敵が攻めてきてんね。なに、敵襲出会え出会え。ダキちゃんどこ？うちと遊んでや。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミアンでした。バイバイ。